良い子のマイクラでサバイバル生活。あ、落ちた。なにこれ、バチャーン。こんなん作ってたんや。そう、作るの1日半かかった。丸1日半ってことじゃないかな。マイクラ初心者良い子の2人が SNS でみんなの力を借りながらマイクラの世界でサバイバル。前回ついにお披露目された新生おっさん二人島。宿題期間は1ヶ月。土いじりの匠濱口さんが開拓した場所に、有野さんが雲まで伸びる塔やおしゃれな家、鮮やかな畑などを完成させました。そんな宿題の成果をもう少しだけ、今回も張り切っていきましょう。良い子のマイクラでサバイバル生活第6話、空と海と大地と忍び寄る魔の手。もう一個見る？見る見る。もう一個第2の塔。有野さんが建設した新たな塔へ向かいます。この水塔、溶岩にしたんです。わあ、すげえ。新有野の塔は拠点から少し離れた島に建設。青と赤のコントラストが美しい水とマグマが流れるタワーです。おお、見た。そんな塔の頂上には電車で行こうや。はしごやけどな。あ、なんやこれ。これも作ったんですよ。またはしごあるやん。トロッコを置いて ZL で、またしてもトロッコで乗ってみると、またしてもここで進むの。おお、はや。うわー、さっぱり。こっちの塔にもアリノザブーンを設置。すげえな。面白いな、これ乗んの。でここに家、これこっちの牧場綺麗でしょ。うまいな。入り口こっちですよ。塔の近くには新たな住居も。羊たちが自由に動ける牧場付きです。でこの水流れながら畑とかを作る。ああ、ほんまや。でこっち木が全然なかったから白樺を持ってきました。持ってきたの。持ってきた。すげえな。でここ家どうぞ。え、この家中。うん。ああ。びっくりした。なんやねこれ。びっくりした。落とし穴やんかいな。そうやねん。いらんやんそれ。ライフ減ったやんけお前。入り口そっちじゃないんですよ。何やねん、いらんでそれ。潰しとけや。おい、あー、中来た。うわー、中来た。うわー、やられた。何や、あるのが爆発した。何やそれ。たまに爆発するおっさん来んねん。爆発したのはクリーパー。近づくと追いかけてきて辺りを爆発してしまうんです。バチが当たった有野さん。浜口さんは庭を探索。すると、だいぶできた。あ、なんか道あるやんけこっち。そう、あっちに島があったから行けるようになってんの。行きたいねんけど、こういう建物を作ったりしたらもう、ね、こっちの島が砂浜で囲まれてんねんけど土不足なんですよ。じゃあ俺の今回のミッションは土を集めることやな。一緒やこの間と。でここにこのここに坂作って家からバーッと行くトロッコ作りたいと思ったけど土不足で。任せろ土は。でこれをね、すげえシャーっていってるやん。うん、これなんかシャーっていったら気持ちええなと思ってさ。気持ちええな。トロッコのレールもないし。レールやんこれ。足りひんの。だから、まあ、だいぶ作ったの。お前どんだけ作ってんねんお前これ。こっちの島が見たかったのよこれ。土はもう捨てるほどあるからと思って行ってみたらもう足りなかったんですよこの辺で。お前土持ってくるかな。任せろや。土に対する自信何それ。1ヶ月の宿題期間で劇的な変貌を遂げたおっさん二人島。近くの島にも新たな拠点を構えました。そんな2人の次なる目標は、有野さんが作った長い橋を向こう島まで完成させること。
任せろ土、掘ってきたらええんかいな向こうで。そうでも夜やから一回寝た方がいいんじゃない。ひとまず作業しづらい夜を越すため一旦寝ることに。嘘やろベッド一個しかない嘘やろお寝てもうたぞ。ベッド1個しかないのに嘘やろ。おいベッド作らなあかんのか。ベッド作ってくれはよ。ベッド作りに取り掛かりますが、うん、ウール2個いるやん。参ったな。芝くしかないな芝くか。苦労して牧場で飼い始めた羊でしたが、どこだ。ほた嫌だな。こう出たやつをな。もうしょうがない自分いっぱいためやもん。いやお前が寝るからやあまた拾ってこよああやめたな一回やめたら一緒やぞもう一匹も泣く泣く仕留め、これでベッドが完成。あたついた。寝てるで草ぼって寝てる楽しかったやろな今日一日楽しかったやろなあれなんだ L 字になったんや。あ、しまった寝よったこれの時一瞬こう目つむってまうねほんま寝てまう翌朝有野さんはクリーパーに破壊された牧場の修理へ。一方浜口さんは抜きっぱなしの殿下の宝刀土いじり、橋の素材を集めます。この辺の全部取れるぞ土。とりあえず土63は今確保したよ。嘘やろこの一瞬に63取ったのバケモンやな土に関するバケモンやねもうすぐスコップ持ったら300は軽かったかもな怖いじゃあ一回寝るか。寝るか。黙々と作業しあっという間に1日が終了。あ、OK だ。この日は2人同時に就寝。すると何や、なんかおる。何やこれ。何や。写真撮ろう。何こいつ。撮ったか。土撮った。あ、やられた。うわ、強い。エンダーマンに倒されてもうた。何やエンダーマンって。そんやろ。気をつけろエンダーマン。うわ来た。うわ来た。怖い怖い怖い。土持ってる。土持ってる。うわやられた。うわ。何やこいつ。何やこいつ。何やエンダーマンって。うわ俺以外にも土を持ってくやつがおったんか最強のライバル出現や。扉閉めた。閉めてない寝るとき扉開けてたのか。うわあ、おるおる。え返せ土倒した。え嘘。浜口さんエンダーマンを撃退。なんか倒したぞ。取っとくわ。うんこれで一安心と思いきや誰かおる。どれ。黒羊やろ。あの黒いあの溶岩のところに。ああ来た。めっちゃ早い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 何か。あやれた。倒した倒した。えじゃあやられてるやんあんた。あれやったで。どこ行ったエンダーマン。あいつか。お、来た。エンダーマンはワープしながら襲ってきます。うわうるるるるるるつるはし土持っとる。よし、芝居だか。つるはしやってんのお前。つるはしや芝居だった何急にエンダーマンいっぱい出だしたけど何なのこれ。この辺におるんかもな。神出鬼没のエンダーマン。倒した報酬はエンダーバーム手に入ったで。あエンダーバーム、タイガーバーム的なやつ。糸も入れとくで。糸入れといて。
こいつ靴ピカピカやな。ニワトリ来てた。あーまた芝居とも。ニワトリ芝居とも。実は浜口さん、ある敵から靴のアイテムを獲得。なんで靴下持ってなんかギラギラ。防御力アップと水中移動の機能がついたブーツを装備していたのです。これなんかこれ履いた。一方の有野さんもすでに防具を持っているようで、最初の家に戻ってきました。鉄の胸当て。おすげえやん。革パン装備するか。なんと宿題で鉄と革の防具フルセットを作り上げていました。金の靴の浜口さんも興味津々。でも金の靴持ってんだよお前。金の靴持ってるよ。金の靴は生かしの。これ箱。どんどん英語取られていく。嘘やろ。これで行こう。お前のものは俺のものと躊躇なく鉄の防具を横取り。ガギーンを強そう。どう？写真撮って。あ、明日でいい？明日でいいか。一回ちょっと寝よう。あ、逆の方寝てもうた。またお前、おいピカピカ。靴ピカピカ寝てもうた。取っとこう。あ、寝る感じするな。よし。何やあれのその姿。達成。どうすんの装備って。あ、ZL か。うわ、茶色。お前がシルバー取ったからやんけ。茶色こいつ。おい、全身みんなや。お前ちょっと当面全身見ようとすんなや。全身みんなって。なんなん皮で。皮やこいつ。確実に俺のがレベル高いよな。取ったからやんけ俺のやつ。明日。せっかく鎧を着たので建築作業を中断して冒険へ。待て茶色。色で呼ぶなよ。わあ、こっち全然開拓されてないな。全然掘ってないわ俺も。これ、あ、そうそうそう、これこれこれ。こっち。二人が向かったのは。ほら、あの。変わった。ここやここや。なんやろここ。なんか団地みたいになった。誰かおんじゃないの。実はこの場所、以前浜口さんが訪れていました。ほらこれ、あっ、おお、何あれ、見てみよう俺んとこ。うわ、文明や。その時はじっくり調査できなかったので再び訪問したのです。あ、こっちにもここもあるわ。え、これなんか、これ紫のやつもあるぞ。掘ったろか。どっから入った掘った。どこに。おお、穴やった。棺があった。え、あー、ゲームオーバー。やられた。どうなってんねや。爆発したってよ。突然穴から真っ逆さまにダイブ。複数のチェストを発見しましたが、起爆装置により爆発してしまいました。おい、何も持ってないわ。どこ入ったの。ここ。うん。え、穴ある。そこ落ちたんや。うわ、深いな。そう、爆発した。俺の道具が全部そこに。再び現場に戻ってきた浜口さん。やべ、日暮れる。うわ、ベッド持ってない。一回戻ろうかな、じゃあ。やべ、暗くなっちゃう。やばい。思ったより塔見えへん。塔ないか。塔ない。おった。どこや。
あれ鎧は？あ、全部剥がれたよ。もうあそこ落ちたから。全部部屋つなくなったの？おう、全部剥がれた。なんやねん。あそこ落ちたもん、ボトンって。落ちたもんじゃないやんか。あの下にあるよ。また面倒くさいことをしてもうた。うわー、全然見えへんな。犬おるやん。うわ、強い。やばい、あーゲームオーバー、やられてもうた。犬にやられた。あ、じゃあ宿から来るんじゃないの。あ、宿や。一方の有野さんは迷ってしまったようです。どここれ全然見えへん。寝ちゃおう。のんきやな。なんかおる、なんかやられてる。犬やろ。どこや今。松明で明かりを灯してみると、こういった。どこだこれ。なんか落ちてるぞ。どっか落ちたな。なんか堀氏のこう気持ちそそられるとこやな。俺堀氏じゃないから分からない。何堀氏って。俺堀氏。お前堀氏なの、うん。そそられるな。掘ってみたいな。かめっちゃ掘ってったらダイヤモンド見つかるみたいなのを俺、見たけど。ダイヤあんの。うん、ダイヤモンドってほんまにあんのかな。あ、ツイッターで聞いてみようか、うん。ちょっと待って、45のおっさんがダイヤモンドってほんまにあるのかな。聞いてくれよ。俺絶対。堀氏の浜口さんがとっても気になるダイヤモンドについて質問。地下を夜通しさまよっていた有野さんでしたが、ようやく。よし、出た。出れた？どこだ？うまい、出れた。はあ、出れた。はあはあ、どこだここ。あったあと、やったー。はあはあ、嬉しい。帰ってきた。やったー。どこだ？はい、お帰り。どこだ？あった。あー、直っちゃ。なんやねん。誰がこう掘ったの。落下の衝撃で力尽きた。なんやい。まいったな。ダイヤモンドってほんまにあるのかな。ダイヤモンドはあります。お、流した汗がダイヤモンドです。なんやそれ、深いな。じゃあ横の島に行く。そうしようか。再び作業へ。お、シルバー装備やんかいな。シルバー装備すげえ。有野さんは装備を新調。浜口さんと共に橋の建設現場へ。これを、うん。向島はもうすぐ。どうしよう。あ、人おる。任せろ。ここの。ちぇ。飛び降りたの。お前乱暴やな。任せろ。筋こら待て。あいつむちゃくちゃやな。よっしゃ。ちょっぴり橋を伸ばした有野さん。何やこの棒。浜口さんより少し遅れて島に向かいます。ん、これで上陸後、土をいじっていると。何じゃん、土いんのか。いや、ちょっとまっすぐにして。政治、うん、家を一個作ろうかなと。オッケー、じゃあ整地しとくな。早いな。いやーと整地しようか。二人で新たな拠点作り。松明も一回潰しちゃう。整地は匠が。平らになった後は有野さんが家を建築します。あいつすげえな、家作りの達人や。どんどん作っていってる。創造神と破壊神やな。俺破壊神。そういうことやねんな、世界って。壊すことと生まれることで。早っ。
整地してあるやろ。整地早いな。破壊神やからな。神かどうかわからんけど。破壊を終えた浜口さんに有野さんからお願いが。あそこの通路に階段で作れるかな、土破壊神。え？そこに階段を作ってほしいのさ。階段？うん。あそこに届くように。ここ来てビョーンって言ってこっち来るの嫌やな。やっぱ階段欲しいのさ。橋と島をつなぐ階段をオーダー。あれ、どうやって作ってんの？あ、夜だ。ベッドまだ置いてないよ。あが、これはなった。見えへんなった。うわ、高いな。あが、見えへん。松明一個持ってなかったっけ。日も暮れてきたので有野さんの作りかけの家でお休みします。またむき出しで45で野宿か。大丈夫かな、何もこうへんかな。よし、 よし、あ、寝た寝た寝た。ちょっと頼むわ、作ってくれ階段。嘘やろ、ここまで作ったから。え、どれ、ここ。これこれ。何これ、あっち向いてへんやんけ。何やねんこれ、ここ何やねん、これ何、それ何か分からん、偶然の産物や。覗き穴みたいになった。あ、なんか景色ええわ、撮っとくわ。オーシャンビューやった。勝手にできてた。こういうことちゃうねんけどな。こっち向きに作っちゃったかいな。結局創造神有野さんが担当することに。どうする、タイムスされておく。あ、なんか矢とか骨とかいっぱいあった。行こうやった。あ、いやだわこれ、美しくないわ。あの階段なんやねこれ。景観損なうわ。さあ、今日マサルリーダー土作ってばっかりです。俺に言うてくれ、何でも素材集めてくるから。俺ね、このコンパス作るのに、うん、レッドストーンがいるのよ。レッドストーンどこや。オッケー、ダイヤグマにレッドストーン見つけようか。地図が作る。よし、レッドストーンはどの辺にあるのか分からへんねんけど、それ聞こうよ、レッドストーンの何かを。僕じゃあこの家をもうちょっと完成させます、うん、レッドストーンやな。最後に返信をチェック。結局なんか帰ってきてないの、アンガールズの田中みたいなもんですよ。優しくしてあげてくださいって。あれ倒してもうたぞ。ちなみにエンダーマンはラスボスを倒すのに必要なアイテムの材料を落とすとか落とさないとか、倒したらエンダーパールというアイテムをドロップします。エンダーマンは目を見ると攻撃してくるので。パールじゃないわ、バームやった俺の。え、エンダーバームもあんの。俺のエンダーバームやったじゃん。塗るやつやった。次回目指すは地中奥深くのレッドストーン。あるの悩みは全部レッドストーンで解決するから。堀氏の浜口さん本領発揮。戻る。ひたすら掘る男のドキュメンタリー、お楽しみに。テンション上がった。